金剛の元金剛の北村正弘さん亡くなっています。3勝3敗の正朗と2勝4敗の琴勇輝です。この両力士は去年の名古屋場所ともに十両の位置でしたが、対戦があって押し倒しで琴勇輝が勝っています。琴勇輝昨日は時天空の裾払いに敗れました。正朗は新入幕で黒星と白星がここまで交互に来ています。またやればいいじゃないですか。極定法のエールです。さあ土俵が制限時間いっぱいです。琴勇輝と北太輝、琴勇輝が3勝4敗と黒星先行なんですが、まあ、本人は際どい相撲が取れるようになっているという非常に前向きな発言でした。場所前もからおよそ1年半ぶりに関取衆とも稽古をしました琴勇輝です。北太輝が2勝5敗です。元気ないね、はい、今場所。そうなんです、得意の左四つになってもなかなか勝てないと。この人はねなかなか負けても関東精神がね旺盛な人なんだけど少し、はい、淡泊ですよね、相撲が。制限時間いっぱい。